セガマーク3、セガマーク3、セガマーク3、セガマーカイとは、1985年10月20日に、セガエンタープライゼス、あとのセガゲームスが発売した、家庭用ゲーム機である。流通用の型番は、SG-1000M3、SC-3000 シリーズ、SG-1000、SG-10002 SG や、オセロマルチビジョンとの互換性を維持しつつ、同時発色数。 スプライト、スクロール機能などを強化したゲーム機である。接続端子は SC-3000 シリーズにあったものの他に、マイカード専用スロットが追加された。開発にあたっては、当時稼働していたアーケード基板、セガシステム2のゲームが見劣りなく移植できる程度の性能を目標とされた。発色数などで、任天堂のファミリーコンピュータ、ファミコンを上回る部分もあったが、 ファミコンの爆発的な普及、サードパーティー制導入の遅れによるソフトラインナップの偏りにより劣勢を覆すには至らなかった。しかし、ゲーム専門雑誌ビープでは大きくページを割いて取り扱われていて、セガ人と呼ばれるような熱狂的なマニア層を作り出した。日本国外では外装を変更し、セガマスターシステムの名称で販売された。マーク3が、 まだ開発中だった頃の日本は1983年に発売されていたファミコンが普及し始めていた時期であり、主な競合機としてはセガが従来機 SG-1000 のマイナーチェンジモデル SG-10002 を開けしていた。ほか、同時期には一部の機能でファミコンを凌化する性能を持つエポック社のスーパーカセットビジョンも登場した。この時点でセガは ハードウェア性能で遅れを取ったが、1985年10月のマーク3の登場により、ファミコンに被験する性能を持つ、家庭用ゲーム機を市場に投入する形となる。この頃は、ニンテンドー、セガエポック社の3社が時代を作ったと言われるが、その後のファミコンの爆発的な普及に伴い、これらの競合機は、最後発のマーク3を除いて1987年頃までに、 ほぼ収束。1987年10月に PC エンジンが発売されるまで M3 がほぼ唯一のファミコン対抗機となった。発売から2年後の1987年10月には FM 音源と連射装置などを内蔵したマイナーチェンジ機のセガスターシステムを発売。アメリカではシェアが10%程度でファミコンの日本国外版であるニンテンドーエンターテイ r t a i n m e ネスが、市場の90%を占めてほとんど普及しなかった。ヨーロッパではかなり検討し、ほぼ2分するほどの普及を見せたが、市場が小さく、世界シェアでは9.1%にとどまった。韓国やブラジルでも、市場を開拓した。SG-1000 からのセガの8ビットゲーム機の1992年までの、累計は780万台。日本を含む台湾。 韓国、香港などのアジアで150万台、アメリカで180万台、ヨーロッパで350万台という内訳である。一方、ファミコンは累計で6、191万台を販売した。当時、セガの社長の中山早尾は8ビット世代での敗因として、それまで家庭用ビジネスをしてきた、ニンテンドーと家庭用ビジネスをしてこなかったセガとの差。セガは、 業務用が主体で、任天堂のように家庭用の絞り込みをしなかったこと、任天堂が独創して、任天堂神話を確立したことを挙げている。日本オリジナルの半券ものタイトルのゲームが何点かあったが、暗密ビ目、スケバンケージなどは、コントローラーの操作性の悪さも相まって、対象年齢とは裏腹に過劣な難易度のゲーム、とっている。マーク、スリーと、 同性能のアーケード基盤もあり、ファンタジーゾーン2などが逆移植された、後日、セガ直営店などでは、日本未発売の高専重使用ソフト等が5種類遊べる筐体があった。中には、北斗の県の日本国外版のタイトルである、ブラックベルトが入っているのもあった。マーク3では、マーク3専用ソフトのほか、SG-1000、SC-3000、SC オセロマルチビジョン用ソフトも使用可能である。ただしカラーパレットが M3 の64色から近い色を取り出したセットとなるため色が大きく異なり全体的に暗くくすんだ画面表示となる。M3 発売後 SG-1000、SC-3000 オセロマルチビジョン用ソフトは全機種対応ソフトと解消された。1八十六年に リリースされた M3 をベースとした業務用システム基板。M3 で使用されている音源内蔵 VDP-315-5124 を2個搭載しており、BG レイヤー、表示可能スプライト数、PSG の同時発生数が2倍になっている。CPU も Z-80B をクロック周波数 8MHz で駆動させ強化されている。 当時のセガ製アーケード用ゲーム基板の使用に沿いセキュリティ対策として電池が搭載されている。そのため通電し続けないコピー目的などでロムを取り外すなどと稼働不能になってしまう。発売から30年近く経った現在では正しく稼働、保存していたとしても電池切れなどの理由によりオリジナルの電池を搭載したままの状態で感動する状態のものはほとんど残っていないかたぎ。 5おさむき。